はい、おはようございます、ラスカルでございます。本日もですね、こちらの背景見てわかる通り、猫娘とネズミ男さんに来ております。こちらのお店といえばね、僕も動画で何度もお世話になっておりまして、前回はブリと極太の6キロを超える特大ブリトを作っていただいたんですが、本日はですね、これ見てわかるかな、タコスでございます。ソフトやハード、今回も、総重量は不明、5キロぐらいはあるんじゃないかという、量となっておりますが、とんでもなくうまそう今日もね、この撮影準備とかしてる間に調理していただいて、具材の香りがもうたまんなくて、今日もね、時間的にはまだ11時なんですけど、今日はね、お昼からこのタコスをがっつりと食べていこうと思います。で、今回もですね、まあ、セルフでチャレンジ形式といたしまして、タイマーはねセットしたんですが、チャレンジといってもね、がっつりガチガチにというよりかは、もう本当に楽しんでこの美味しい料理を食べながら、一応ねタイムを測るという形で、念のためのチャレンジタイマーセットとさせていただきます。じゃあそしたらいただきます、ということでスタート。はい、じゃあ早速この手前から片付けないと動けないのでね、ちょっとハードからいただきます。うわー、具材たっぷり、これ見えるかな、あれ、こんな感じでございますね。うまっ、うまい、あー、うまっ。これね、ハードのプレートの方も、そしたら具材が1、2、3、4、5種類ぐらい。ちょっと他のも食べてみますか。続いてこれ多分お肉系かな。先ほどのはね、アボカド系が乗った野菜メインのさっぱりとしたものだったんですけど、ちょっとガツッといかしていただきます。うわ、うまっ。うん、まあ何回もいろんなメニューいただいてるけど、やっぱりね、大食いの人たちが何回もこのお店に来て撮影してる意味が分かる、毎度分かる、うますぎる。ズッキーニかなんかかな、ちょっと見えます、これズッキーニか何かと、これね、いい感じのウインナーが入ってまして、味付けガツッとしてめちゃくちゃうまい。うまい。いや、これもしかしたらこの量ってよりか、このハードの皮の食感で顎がね、もう結構疲労溜まってきてるよ。一旦このあたりでライムで味変ですね。うわ、うますぎ。多分特製のサルサソースかな、これにまたちょっとライムが絞りまして、絶対うまいなこれ。このライムとサルサソースがめちゃくちゃ相性いい。うん。ということで、ただいまですね、やっと
タコスハードの一皿完食でございます。もう一皿まるまるありますんで、ちょっとここでこっち側を行きますか。こっちの具材もすごい、お米系でお肉があって野菜があって、うわもうこれパンパンよ。うわすごっ。うまっ。タコスの中にステーキ入ってる。うわ。サガリと肩ロースが。うわ。これはうまいっすね。いや、これうまいよ。うわ。うん。やっぱタコスといえばね、この定番のお野菜とか、あとはタコミートとか、まあこのサルサソースか、そういったものがね入ったようなメジャーなタコスしか僕も食べたことないんで、この系統初めて食べたけど、さっぱじゃなくうまい。ただ一旦これね、ちょっと正面のカメラから見切れちゃってるんだけど、このねプレート、ここ行ってみますか。おすごい、あハードだ、折れないように。よしかじります。あうわうん、これもうまっ。うん、うん、うん、食べ応え断トツにあるかもしれないこれは。てかこれさ、ウインナーがでかすぎて収まってないです。これこれ、うんうん、皮で顎がいきそうですね。こんなにあのタコス生地食ったことないですけど、コーンスターチって強いですね。ちょっとこれ肉がすっごい量入ってて包みきれないので、ちょっとお肉だけ先につまんで、うん、今先にねこの中に入ったステーキを3切れ先に食べたんだけど、これでやっと普通のサイズよね。具材がめちゃくちゃパンパン。ちょっとこれもやっぱステーキ食べていかないと全然詰めません。改めてこのステーキ単品で食べてるけど、やっぱこの猫のさんの肉うめえ。めちゃくちゃうめえ。実はあれですね、全然お米とかよりも食べた後に膨らんでる感じがしますね。やっぱ乾燥のまんまだからすっごい膨らむんですね。
恐ろしいレベルで今お腹すっごい膨らんでますね、うん、あ、ありがとうございます、じゃこれも、はい、はい、ありがとうございます。はい、そしたら今ね、ここにあったお皿のタコスはこれがラストですね。すいません、ハードだけお持ち帰りしてもいいですか？でも完食も無理そうなので、せっかくなら手つける前にここだけお持ち帰りさせていただいて、はい、もう完全にちゃんと楽しんで完食します。はい、ということで今回ね、タイマーもセットしてましたけど、でもお腹もパンパンでございます。なので手をつけずにこう1列あったハードタイプの、タコスは、お持ち帰りさせて、しっかり自宅で楽しませていただきたいと思います。スプーンで言ってください。あ、でも、うん、これは一番多分きついと思います。これ一番きつい。チーズで挟まれてる。無理かもしれません。ちょっとだけお話しするんで、せっかくなんで。わかりました。包みます。では持ってきます。ありがとうございます。失礼します。あ、ありがとうございます。あ、よかった。よかった。よかった。ありがとうございます。はい、今ちょっとね、このここにあった大きなやつ、小さめにカットしていただきました。今日はね、これを食べて、終わりにしたいと思います。あ、うまそう、でも。うわぁ、すっげえこれ。うまそう。うまそうですけど、これ一枚はやばかったですね。すごいチーズ。うわ、めちゃくちゃうまそうだけど。うまい、これこれ締めにこんだけ腹いっぱいなのにこんだけうまいってすごいですよね。うまっ。これがまさしくビールですよね。うん、これはビールですね。うん、うん、うわ、うまっ。いや、ごちそうさまでした。ということでですね、本日はですね、このたくさんの猫ヌズさんオリジナルのタコスいただきました。今食べた時間としては58分ぐらい、ずっとねタコスを食べてたわけでございますが、ハードからソフトから、具材なんかもですね、本当にお皿ごとに全部違ってですね、うますぎた。めちゃくちゃうますぎた。今回ですね、オーナーさんの方に僕タコス食べたいですと、お話ししたところですね、今回こんな形で作っていただいたんですけれども、こういったね、メキシカン料理とかアメリカ料理とかね、本当にいろんな多種多様な、国のね、料理すごい得意なお店さんでございます。ステーキはもちろんだけれども、いろんなね、メニュー皆さんにも食べていただきたい。まあ、ただ僕がね、査定させてもらっているものに関しては、通常メニューというよりかは、これできますかみたいな感じでちょっとご相談させてもらっているものが多かったりするので、通常メニューでは食べなかったりもするんだけれども、普通のね、メニュー以外にもいろいろと週末の限定メニューだったりとか、これがね、公開する頃にはもう終わってるかと思いますけれども、ちょうどただいま、このネコネズさんはですね、30周年記念ということで、もうお店長いよね。いろいろとイベントなんかもやっていますので、気になる方はですね、この動画だけではなくて、お店公式のね、インスタグラムやツイッターと、SNS 等もね、見ていただいて、いろんな情報を確認してから、こちらの美味しい料理、食べに来てみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。今日はですね、このお持ち帰りのタコスを自宅でゆっくり楽しみたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。いや、腹いっぱい。